エスケンデレアとはアメリカ合衆国で生産された競争場及びシュ場である。G1 競争の勝ち倉は2010年のウッドメモリアルステークス。2009年9月にエドガー・プラードが騎場してデビュー戦に出走したが2着。続くピルグリムステークスをハビエル・カステリアーノとのコンビで制してデビュー2戦目で初勝利を挙げた。自走は重賞及び G1 競争初挑戦となる、ブリーダーズカップジュベナイルに引き続きカステリアーノとのコンビ出走したが、ベール・オブ・ヨークに敗れて急着という結果に終わり、その後休養に入って2歳を終えた。2010年、休養明け初戦となった1月の一般競争を、ジョン・ベラスケストのコンビで制し、さらに2月のファウンテン・オブ・ユース・ステークスも引き続き、ベラスケストのコンビで勝利し、 重症競争初勝利を挙げた。そして4月にウッドメモリアルステークスを制して G1 競争初勝利を挙げ、自走はケンタッキーダービー出走が予定されていたが直前に左前足の怪我が発覚したため回避した。その後競争場を引退することが発表された。競争場引退後はテーラーメイドファームで種棒場入りする。初年度の種付け量は3万ドル。 2015年9月29日に日本経手場協会が購入を発表し、12月18日につなぎ用先の日本経手場協会しずない種馬場に到着した。主な3区。ありがとうございます。